皆さんこんにちは、 AI VTuber にゃんとです。本日はチャット GPT を使ったトレード戦略の構築方法についての解説をしていきたいと思います。最近ですね、チャット GPT の話を聞かない日がないぐらい、話題になってるんですけども、チャット GPT はいろんな質問を答えてくれるんですけども、プログラムのコードを生成することができるので、うまく使いこなすことができればプログラマーでない人でもトレード戦略を作って、それをプログラムのコードに落とし込むことができるかもしれません。で、本日は仮想通貨のビットコインのデータを取得してトレード戦略を構築するまでをチャット GPT を使ってですね、やってみて儲かるような戦略を作ることができるかっていうのを検証していこうと思います。で、全てのコードはですね、 Google コラボのリンクを貼ってますので、興味がある人はそちらも見てもらえればと思います。 ChatGPT を使う流れなんですけども、最初にまずビットコインのデータを取得する方法について教えてもらおうと思います。その後にトレード戦略ということで、順張りトレードでどういったものが戦略としてあるのかっていうのを、ChatGPT に教えてもらいたいと思います。で、最後にその戦略を実行するための Python のコードを生成してもらって、そのコードをですね、Jupyter Notebook の方に貼り付けて実行するという流れでやっていきたいと思います。手元でいろいろいじってみた中では、その戦略が儲かるかどうかっていうのをシミュレーションするようなコードに関しては、自分で書いた方が正確にできそうだったので、今回はそのトレード戦略を実現するところまでをチャット GPT に教えてもらいたいと思います。それでは早速やっていきましょう。最初にまずビットコインの価格データを取得していきたいと思います。で、ビットコインの価格は取引所によって変わってくるので、今回は出来高が一番多いバイナンスという海外の取引所のビットコインの価格データを取得していきたいと思います。で、 CCXT というライブラリを使えば、価格データ取得できるので、2020年から500件ずつ日ごとのビットコインのデータを取得して、データフレームに変換するコードを書いてもらおうと思います。そうするとこのようにコードを書いてくれました。で、ちょっとコードを見ていくと、最後集約してたりとかっていうのは指示してないなってところと、あとは API キーですね、指定する必要があると思うんですけども、この CCXT は、API キー必要ないので、ちょっとそこを削除して、Jupyter Notebook の方で実行してみたいと思います。はい、で実行してみました。そうすると2020年の1月から2023年の2月23日までの日ごとのビットコインの価格データが取得できました。で、これを使ってちょっと戦略を考えていきたいんですけども、まずは順張り戦略っていうのはどういう指標があるのかっていうのをチャット GPT に聞いてみたいと思います。はい、今ですね、ビットコインの順張り戦略を作ってみたいです。で、その中でどのような戦略がありますかっていうのを聞いてみると、3つ挙げてくれました。で、1つ目がトレンドフォロー戦略で、2つ目がブレイクアウト戦略で、3つ目がパターン認識戦略といったものがありますと。で、このトレンドフォロー戦略っていうのをじゃあ作ってみようということで、ちょっとこちらの Python のコードを書いてもらおうと思います。はい、そうするとこのようなコードを書いてくれました。で、ちょっとコードの中にグラフ可視化するってなったんですけど、これは必要ないので一旦ですここのコードを使って Jupyter Notebook で実行してみたいと思います。はい、で、ちょっとコラムの名前が微妙に違うのでここを修正します。はい、そうするとバイシグナルとセルシグナルというのが出てきましたというので、はい、正しく入ってるのが分かるかと思います。今これはポジションを持つ戦略の話だったので、どういうふうに手締まりするかっていうのがないんですけども、今回は日付を指定してその後に一律にポジションをクローズするという戦略でシミュレーションしてみたいと思います。はい、で、今ですねシミュレーションのコードに関してはチャット GPT で書かせようとすると結構難しそうだったので、ちょっと自分で書いてみました。で、こちらはこのトレンドフォロー戦略で出たこの買いシグナルと売りシグナルをもとに売買した場合で、ポジションは3日後にクローズしますというふうにした時にどれぐらい利益が出るかっていうのを算出するプログラムになっています。で、こちらを実行してみたいと思います。
はい、そうすると、これ横軸が、日付で、縦軸が、損益ですね、なってまして、まあ、なんとなくですね、右肩上がりになっているので、まあまあ、改善点はあると思うんですけども、トレンドフォローできているのかなというふうに見えます。で、ここの数字をですね、入れ替えてあげれば、5日とかもですね、見れるので、で、ポジションを持ってから、だいたい10日後にポジションをクローズしますというふうにすると、まあ、プラス 48% ということで、まあ、そこそこ、まあ、儲かれそうだなというのがわかります。手数料とかですね、いろいろ加味してないので、まあ、あまり現実的ではないかもしれないんですけども、こういうふうにですね、戦略が作れるかなと思います。で、他の戦略もちょっと見てみたいと思います。はい、続いてですね、ブレイクアウト戦略というものを、ちょっと書いてくださいということで、指示してみました。まあ、そうするとですね、こういうふうな感じで、コードを書いてくれてて、形式としても、先ほどあったようなこのバイシグナル、セルシグナルという形で書いてくれてるので、まあ、先ほどのコードを使えそうな感じで出せてます。で、ちょっとグラフの方は必要ないので、ちょっとこちら削除して、こちらコピーして、Jupyter Notebook の方で実行してみたいと思います。はい、こちら今コピーしたんですけども、ちょっとクローズっていうコラムがですね、大文字になってるので、そこを修正してあげたいと思います。はい、そうすると、このような形で、バイシグナル、セルシグナルというコラムにですね、上書きされたかなというふうに思います。はい、で、こちらを先ほどと同じように、バックテストのコードに通してみたいと思います。そうすると、先ほどのですね、10日後に、手仕舞いするというふうにルールしてみると、このような形で、2020年から、602% ということで、めちゃくちゃ成績が良いという状態で、ブレイクアウトした後の10日後に、ポジションをクローズするという戦略になっています。で、ビットコインとかって、よく、あまり成熟してないので、そのトレンドが出やすかったりとかっていう話が聞いたことあるんですけども、まあ、ただ結構ブレイクアウトルールって、そのブレイクする瞬間っていうのがすごく値段が飛びやすいとかっていう、そういったことを言われているので、まあ、なかなかこの通りにはいかないとは思うんですけども、もう少し検証してみると、もうちょっといいルールができるかなと思います。興味がある人はですね、ぜひこのパラメータとかいろいろいじってみたりとか、してみると良いんじゃないかなと思います。はい、で、最後に、このパターン認識戦略というのを元にした買いシグナルと売りシグナルを算出することを出してくださいというふうに指示してみました。そうすると、この三尊天井のパターン認識戦略を例としていますということで、ちょっとこの戦略私知らないんですけども、その三尊天井のパターン認識を行う、戦略を書いてくれました。で、ちょっとこれ何かわからないので、これも聞いてみたいと思います。はい、そうするとですね、なんか絵を描いてくれたんですけども、まあ、ちょっと絵がよくわからないところではあるんですけども、第3の山と第2の山、第1の山っていうのがなんかあるみたいで、まあ、3度の高値をつけ、そのうち2回目の高値を超えた後に、まあ、下落するパターンっていうのがなんかあるみたいです。まあ、それを捉えるような、やり方というところで、まあ、強い上昇トレンドの反転を示唆することがあり、売りシグナルとして解釈されることがありますと。まあ、必ず下落することではありませんということだったんですけども、ちょっとこれをですね、コードにしてくれたので、これコピーして、Jupyter Notebook の方に貼り付けて実行してみたいと思います。はい、コードの方貼り付けてですね、コラムの名前ちょっと変わってたので、そこの大文字と小文字の変換を正しくしてあげて、買いシグナルと売りシグナル出してみました。で、こちらでまた先ほどと同じように、シミュレーションの方をやってみたいと思います。はい、そうするとですね、こちらは、マイナス 757% ということで、まあ、めちゃくちゃマイナスであるということで、やり方が逆なんだなっていうところですね。これもしかしたら、この回答量を逆にしてあげれば、プラス 757% になるので、良いシグナルになるんじゃないかなと思います。で、結構この、ブレイクアウトルールと、損益曲線が似ているので、やっぱなんかトレンドフォローというか、その、順張り的な戦略っていうのは、結構聞きやすいのかもしれないなっていうふうに、思います。で、ここら辺もいろいろパラメータがあって、まあ、いろいろといじれば、もしかしたらもう少し良い戦略が、できるかもしれないので、興味がある人は、Google コラボの方のリンク貼ってますので、そちらの方いじってもらえればと思います。はい、以上で、ChatGPT を使った、トレード戦略の構築方法についての解説を終わりたいと思います。で、3つの戦略を作成してみたんですけども、
結構予想よりもですね、ちゃんとした戦略を作ってくれたかなと思います。で、最後のこの三尊天井っていうものはですね、もともと私全く聞いたことなかったので、まあそういったものもこのトレードルールに落とし込めるっていうのはこのチャット GPT ならではなのかなと思います。で、チャット GPT ですね、結構間違ったコードとか、まあ、エラーが出るようなコードを生成することがあるので、その全くプログラム知識がなくても使えるなっていう風な感じではなかったんですけども、結構エラーの原因とかもですね、聞くと教えてくれるので、これまでですね、一人で悩んで挫折した経験がある人もですね、まあ、これ使って、やってもらえれば結構自分でもいろいろ作れるのかなという風に感じました。で、この動画が良かったという風に思う人は高評価とコメント、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。